P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。この番組は毎週星2つ星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。さて今週は今週は漏れてます。何が？そういうことじゃないんです。何かが漏れてるんです。そうなんです、漏れてるんです。というわけで強引にガス漏れ検知特集です。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。今週乙女座の方が絶好調です。ラッキーな数字は3です。星2つの獅子座の方にはパナソニックの住宅用ガス警報器ガス当番 SH13929 をおすすめします。パナソニックは他にも都市ガス用有電圧出力型のラインナップが豊富なんだよ。目的に合わせて選べて便利だね。家の天井についている UFO みたいなのが警報器ね。そうだね、ここまで言っておいて言うのもなんだけど、あれはパナソニックじゃないんだよ。あっと驚くためごろ。今週のミニ天文情報、28日、29日は日の出前の南東の低空に金星と火星が並び、土星も近くに見ることができます。さらにこのトライアングル付近に新月前の細い月が遊びに来ます。今週の話ではなく月末の話となり申し訳ないのですが、低空での観測がおすすめなのでお早めにご案内させていただきました。低空の見晴らしの良いところまで足を運んではいかがでしょう。水瓶座の方は絶好調です。今週のラッキーな数字は4です。星2つの天秤座の方には1年タスコの高感度赤外線検知方式リークテスタ TA430D をおすすめします。ガスはガスでもエアコンのガス漏れにはこれだね。あら、ずいぶんとかっこいい形のテスターね。かっこだけじゃないんだよ。赤外線検知方式採用でそれぞれの物質による赤外線を吸収する波長と量の違いで検知するため、誤反応が少なくて漏れ箇所の特定が容易にできるんだよ。あら、でも高いんでしょ。それがね、そんなことないんだよ。ホームページはこちらだよ。ほんのちょっと残念ないて座の方には、肺関節後部に軽くスプレーするだけでガスエアー漏れを簡単に発見できる3ボンドのガス漏れ検出剤 TB6660 をおすすめします。開運ラッキーアイテムは蓋の閉まる金属製の空き缶です。蓋の閉まる金属製の空き缶にユニクロの鍋4ミリビスを2個入れて、蓋をしてから3回振ってカラカラと音を出しましょう。明日にはいいことがあります。ユニクロにも鍋があるんですか？ピーちゃん、そのユニクロでもその鍋でもないんだよ。ナレーションはカタキンとペンペンペケゾーでした。おまけその1、日光街道上り車線で毛長川を渡り、保木間4丁目交差点を過ぎすぐのペットショップの小島手前、東京都足立区保木間 4-4-10 に現在足立保木間店を建設中です。足立保木間店はプロストック24番目の店舗となり、
足立区では2007年9月10日にオープンした足立鹿浜店に次ぐ2店舗目となります。オープン日はまだ内緒です。ここから独り言モード突入。桜はまだかいなぁなどと言ってる間に散ってしまったじゃないかと思ったら、足立ほきま店のオープンなんてどこかなぁと、あくまで独り言でございます。独り言モード解除。今からスタッフ一同プロストック史上最強のお店にしようと奮闘努力中でございます。オープン情報はこの番組でもオフィシャルサイトでも最新情報を発信しますので、よろしくお願い申し上げます。おまけその2、ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス、一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ピーちゃん、じゃんけんだよ。じゃんけんポンポンです。また来週。今週のペンペンペケゾー情報、今週は怒涛の過激エフェクト第3部でございます。怒涛で過激ですよ。大丈夫かいと思いつつ、スタート。その1、まずは先週使ったサンプル音源をお聞きください。ケゾーラジオだよ。前回はこのサンプル音にエコーやディレイ、リバーブをかけて比較してみました。そしてノイズの消し方も試してみましたね。今日はいきなり過激なエフェクトを試してみましょう。ディストーションです。エフェクトメニューの中のディストーションを選び、ディストーションの種類の中からハードクリッピングを選びましょう。適用を選べば完了です。こんな波形になりました。聞いてみてください。ケゾーラジオだよ。私の美声がこんなことに。これがディストーションです。他の種類のディストーションもぜひお試しあれ。その2、ピッチとテンポを変更してみましょう。ピッチの変更は音声の周波数の高低になります。テンポの変更は周波数は変えず読むスピードが変わります。また速度の変更を行うとテンポもピッチも変わってしまいます。今回はピッチの変更を試してみましょう。ケゾーラジオだよ。ケゾーラジオだよ。その3、驚異的に面白いボールストレッチを試してみましょう。設定は上の画面を参考にしてね。それでは効果をお聞きください。もう何を言っているんだかわからないくらい面白いでしょ。それでは最後にまとめとして、本日使ったエフェクターをいろいろミックスしてみましょう。するとこんな感じになりました。楽しい時間はあっという間ですね。お殴り惜しいのですが、本日はここまででございます。音声編集ソフトのオーダーシティ超入門編は次週フォローアップ編でございます。お楽しみに。今週のペケゾー情報でした。皆様のタンクトップ店長です。電話相談室にお便りお待ちしております。何でもご相談ください。タンクトップが真心を込めて応対いたします。ペケゾーさんの来週の講座は音声編集ソフトオダシティフォローアップ編だそうです。質問など
どしどしお寄せください。